皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。サンズオブバルハラ、実況始めます。脳内嫁大脱走だった前回。嫁やるな。さす嫁。それでは今回も嫁探し頑張っていきましょい。さてイングランド全土を巻き込む嫁探しも第5章に突入。脱走を果たすも結局敵の将軍ウィリアムに捕らえられた脳内嫁。そのウィリアム卿がここでのボスですね。くくく、奴はイングランドでも最弱。ソナルドさんの手にかかればイチコロやで。まあ例によってしょっぽい拠点からのスタートなんですけどね。まあ頑張れ。ナイルはマジナイルわー。いつものようにソナルドさん単身で敵の最初の陣地を偵察。見てこいカルロ。はい偵察。また新しいモブ登場。見たところハルバードを装備した兵士のようです。まあ強になったソナルドさんの敵じゃないんですけどね。とはいえ現在の兵士ではとても相手になりません。またモブを釣り出しては倒しつつ金と資源を稼ぎましょう。もちろんソナルドさん短期で。辛い。まあ頑張れ。ほどなく蜜酒の館をレベル2にアップグレード。やったぜ。やったぜ。兵士の上限が10人から15人に増加。そしていつものように射撃場とキコリ小屋を建設します。初手のムーブは基本これで決まりなのよね。次は釣り出したモブを拠点近くまでおびき寄せ、初期配備の兵士諸君にも戦ってもらいましょう。つまり死んでください。デフォルトに立ちがおるといつまで経っても強に気雇えんのや。すまんな。すまんな。準備も整ったので進軍開始。弓兵5名とバーサーカーを追加したソラルドさんと15人の愉快な仲間たち、いざ出撃です。おここで中ボス全勝っちのリーダー登場。なんか今までの中ボスに比べてインパクトかけてません。中間管理職だから中ボスっちゅうわけやな。がははなんかあんまり強そうに見えないから先にカタパルトをぶち壊そうぜ。その正直範囲攻撃と効果力を備えたカタパルトはかなり厄介なのでそれが正解ですね。カタパルト破壊に成功。ここで中ボスが再登場。よっしゃ来たな。しかしすでに半死半生の中ボス一撃でおだぶつ。よっぱ。もっともカタパルトにかまけていたまにこちらの損害も拡大。旧兵以外の兵士はすでに全滅。残る敵兵はソラルド3短期で同じアス。なんですと。まあ頑張れ。とはいえモブ相手なら比類なき強さを発揮するソラルドさん。一撃の悪い言い方はやめてくれないかな。無事敵の全勝基地を制圧。やったぜ。拠点に戻りかつ上げた金と資源で蜜酒の館を最高レベルにアップグレード。勝ったな。次のターゲットは敵の大規模拠点になります。仕掛ける前に施設をアップグレードして兵団と戦力の強化に努めましょう。ということで釣り小屋とキコリ小屋をそれぞれ一軒追加。各2軒体制で兵団を強化します。施設そのもののアップグレードも忘れなく。ヒヤもアンロックして火力を増し増し。さらに補充する歩兵は新登場盾の乙女。盾を構えた剣士よりもさらに強なユニットです。ということで盾の乙女が現着。ええやん。お嫁さんかな。ちげえよ。ちょうど敵の襲撃です。その実力やいかに。これはなかなかお強い。強いな。さす嫁。だからちげえよ。盾を装備した剣士よりも動きが俊敏で火力も高く、ことにソラルドさん同様強攻撃のダブルアタックを駆使するなかなかの強者。あの攻撃は敵を吹き飛ばすのでかなり効果的なんですよね。いいじゃない。では盾の乙女を率いたソラルドさんと20人の愉快な仲間たち進軍再開です。ゴー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 。
戦しつつも門の破壊に成功。やったぜ。しかし愉快な仲間たちは残り9兵が3名。なんですと。ということで残る敵兵の殲滅は短期でおなしやす。辛い。いつもは数回に分けて攻略してたんですが、盾の乙女の奮戦でいけるんじゃないかとちょっと無茶してしまいましたね。確かに盾こ強かったな。盾の乙女な。普通の歩兵と比べても硬さが段違いでしたね。あの状況でよく持ちこたえたものです。盾こ全員戦死しちまったけどな。そしてモブ相手に無双したソラルドさん、最初の大規模拠点の制圧に成功。モブ相手にだけ強いみたいな言い方やめてくれないかな。早速2カ所目の三つ酒の館もアップグレード開始。これまで同様前線の拠点には兵舎、射撃場、シャーマンの小屋、そして工場兵器工房を建設します。で後方の拠点は全部釣り小屋と木こり小屋に建て替えるのよ。ほぼ全滅した兵士も補充、歩兵はもちろん盾の乙女。盾子カモン。嫁カモン。前線拠点の三つ酒の館を最高レベルまでアップグレード。キア9兵と盾の乙女、シャーマンに破壊土を従えたソラルドさんと34人の愉快な仲間たち、進軍再開です。嫁5号。嫁5号。嫁じゃねえつってんだろ。野営地の攻撃を開始したところでまた中ボス登場。今回の中ボスは採石場の巨人。でかいな。でかいな。採石場の巨人を撃破。いいね。よしソラルドさんこのまま占領しちゃうぞー。しかし占領に成功した頃には愉快な仲間たちは全滅。あれおかしいなー。盾の乙女たちがいつの間にかこの場所ほったらかしてこの先の拠点に攻め込んでしまいまして、気がついたら全滅してました。血の気多すぎやろ盾子。残った敵兵から旧兵を守るのも難しく、気がついたらこの有様でした。なんか拠点攻めるたびに全滅しとらんか。味方1割を失えば結果を問わず敗北、3割なら惨敗って言いますよね。え、これって Y が悪いんですか。またソラルドさんが短期で奮戦しつつ隙を見て戦力を立て直し、再び軍団を整えてソラルドさんと愉快な仲間たち進軍再開です。ほんと兵士は死んでも代わりはいるものなんやなって。目指すは2番目の敵大規模拠点、ここを落とせばかなり楽になるはずです。さあ張り切って参りましょう。ゴーゴーゴモンの破壊に成功。今回は盾子も結構生き残ってるのよ。普通に戦えば強いんですよ盾の乙女。さっきは勝手に進軍してしまったのがダメだっただけで。盾子の活躍で2番目の大規模拠点を制圧成功。やったぜやったぜ。3つ目の拠点を手に入れました。勝ったな勝ったな。当然三つ酒の館は一気に最高レベルまでアップグレードします。これで雇用できる兵士の上限は一気に50人まで増えました。勝ったな勝ったな。この先は野営地を一つ落とせばその先はウィリアム卿の本陣です。この最前線の拠点をしっかり整備して、各ユニットを最大まで強化して臨みましょう。後方の拠点でさらに兵団も強化するのよ。そう思っていた時期が私にもありました。なんですと？どうも敵の野営地までの距離が近すぎまして、敵の襲撃を迎え撃つと盾子たちがそのまま敵陣に突っ込んでしまうんですよね。盾子イケイケすぎやろ。こうなっては仕方ありません。進軍再開です。まあ兵力の補充はできましたし、今回は歩兵にさらにバーサーカーも追加しました。野営地程度落とすのは造作もないでしょう。ということでいつもの中ボス登場。この野営地の中ボスは長官です。盾子頑張れやっちゃえバーサーカー。召喚撃破。いいね。盾子とバーサーカーの組み合わせがなかなかに凶悪ですね。モブなら吹き飛ばしてしまうので置き攻めで攻撃させる余裕を与えません。ソラルドさんが旧兵さえ始末してしまえば向かうところ敵なしです。これで突っ込みがちなとこさえなければ盾子完璧なんやけどな。
そのまま一気に IH を占領。なんと犠牲者ゼロ。やったぜ。やったぜ。その後改めて拠点でユニットを最大まで強化。満を持してウィリアム教の本陣に勝ち込みです。ゴー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 。門の破壊に成功。いいじゃない。こうなればあとは殲滅戦です。一気に型をつけましょう。やろうどもやっちまいな、ジャッハー。敵施設すべての破壊を完了。あとはウィリアム卿の首を残すのみ。後半は一気に片付けちまったのな。さすがに城攻めにも慣れてきましたからね。あと立てこな。それでは第5章ボス戦です。追い馬に乗るとか下風。しかもなんだそのダメージ、一撃でライフ2割以上持っていかれよったぞ。さすがに第5章となるとボスも物が違うんやなって。しかしソラルドさん諦めません、くじけません。この先で嫁が僕を待っているはず。嫁に会うまで死ぬわけにはあかんのや。おいおいお馬さん倒したらいきなり弱々になりよったぞこいつ。所詮落馬した騎兵なんぞ陸に上がった水兵。クリープのないコーヒー。そろそろその玉取らせてもらうで。おらー、勝利。ということで第5章クリア。嫁探しは最終章に突入です。ついに僕のお嫁さんに会えるんだお。脳内嫁だけどな。待ち受けるのはイングランドオーセルレッド。果たしてソラルドさんは脳内嫁に会えるのか、そもそも実在するのか、あとついでにイングランドを征服できるのか。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ございました。